はい、どうも、まゆむです。はい、今回は、けいすけくんに来ていただきました。はい、これね、みんな結構見たいって言ってくれてた、対談なんですけども、はい、今日はね、ウィナーズから、サガン鳥栖に行った、深谷けいすけと対談していきたいと思います。お願いします。はい、やっぱりね、直接、対談をね、けいすけとしたかったんですけど、もうね、トスにいるっていうところで、今回はちょっと初のズーム企画対談っていう感じでやらせていただきたいなと思います。はい。じゃあちょっと、ケイスケ知らない人のためにも、ちょっと自己紹介をしていただけると嬉しいです。はい。はい。ケイスケチャンネルっていう YouTube で、YouTube とサッカー選手をしてます。深谷ケイスケです。今は、サガン鳥栖の、まあ、練習に出させてもらってて、で、正式には来シーズンからって感じになってます。うん、で、歩夢くんとは高校の時から、一緒で、本当に一個上と一個下なんで、直属というか、ガチな先輩後輩な関係で。あとは、まあ、ウィナーズでね、そうですね。歩夢くんと、ね、はい。で、このような、歩夢くんと対談できるなんてめちゃめちゃ嬉しいんですけど、こういうこのような機会を得ることができました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。終わっちゃった。ケイスケの、チャンネルの方でも、僕へのね質問、僕との対談が、上がってるので、そちらもね皆さんチェックしていただきたいです。はい。で、今日はですね、ケイスケにもたくさんの質問が届いてます。ありがとうございます。もう本当に一世風靡しちゃったからね、ケイスケはね。いや。なんかやっぱさ、普通にプロに行くのと違ってさ、YouTuber やって、で、ウィナーズ参加して、で、ウィナーズがドーンって言ったじゃん。で、そっからプロ行ったからさ、正直自分でも意味わかんないぐらい反響来たでしょ、普通にプロになるより。そうですね。普通になるよりも、つか、反響の大半がウィナーズからとか、YouTuber かな。うん、だったんで、それがなかったら、うん、この反響の半分以下だったんだろうなとは思いますよ。やっぱあるよね、少なからずウィナーズとかね、YouTube とかねの影響はね、少なくないですね。なるほどなるほど。はい。ケイスケとも最近会えてないので、聞きたいことがたまりにたまっているので、はい、個人的な質問もね、含めてちょっとね、先輩なんで、ギュンギュンに攻めてみんなが聞けないような質問とかをね、質問していったらいいんじゃないかなと思います。はい。お願いします。はい。まあ、とりあえず、最初は、インスタの方で、フォロワーのね、みんなから、ケイスケに、質問、どうですかっていう風に感じで、ケイスケの質問を集めて、そこからは、だいたい10個ぐらい、みんなが聞きたそうな、結構多かった質問を、10個選ばさせてもらって、今日は用意してるので、どんどん聞いていきたいと思います。はい。答えられないところとか、なんかやばいところ、ピーって入れる。あ、入れないかもしれない。それはもう、秋のりさんに全てお任せします。じゃあいきます。第1問。でれん。クイズじゃないよ、クイズ。いや、クイズ。もう、巻きかくんとか、梅ちゃんと一緒にいすぎて、そういう脳になった。そうなんだよね。そう、本当にね、巻きくんとか梅ちゃんとかにいすぎて、YouTuber っぽくなってきちゃった、徐々になんかこう、罰ゲームとかつけたりとか。いや、それは、めちゃめちゃ感じる。一視聴者として。うん、感じる？あの時の TikTok のキャラとは今もかけ離れてるっすよ。本当にウィナーズの先輩たちのせいですよ。せいですよ、それは。これはせいですね。おかげじゃないです。せいです。ということで、ちょっとね、どんどん質問していきたいと思いますよ。じゃあ、第1問いきます。はい。はい、もうこれね、もう、もう速攻僕も聞きたかったことなんですけど、サガン鳥栖の練習は実際どうですかと、参加してみて。で、あとは、バケモンみたいな選手、やばいなって感じた選手は誰だったのかとか、っていうのをちょっと聞きたいなと思います。了解です。そうですね。やっぱり練習参加してみて、まあ練習今参加させてもらってて、うん、やっぱり個々のレベルはすごい高いですし、うん、求め合う声っていうのはやっぱり、これまで経験してきたことのないような雰囲気なのかなとは思いますね。うん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 。はい。でも、なんかその中で、なんていうんですかね、ただ単純な罵声とかは全然本当になくて。おー、へー。本当に求め合う声。
ていうのが、はいはいはい、具体的にどうしてほしいのかとか、うん、まあ、そういったところが多いなとはすごく感じました。なんか J1 とかだからさ、ガツガツなんかもう厳しめにさ、もう言われるのかなみたいな、はい、やっぱ新人で入ってみたいな。そうですね、なんか僕もそれ予想してたんですけど、うん、まあ、トスがなのか、うん、全体がなのか分かんないですけど、うんうん、僕が知っている中で、まあ、トスしか知らないのであれなんですけど、うん、トスは全然ないですね。いい声というか雰囲気的にも、はい、そうですね、雰囲気的にもあのやっぱりそのトレーニング最初のウォーミングアップとかすごい笑顔もありますし、うーん、で、まあ、もちろんそのピリッとした雰囲気の時も全然あるんですけど、うんうん、その時もなんて言うんですかね、例えば罵声言われたらちょっと萎縮しちゃうじゃないですか、うんうんうん、そういうネガティブな萎縮みたいのは全然本当になくて、めっちゃいい、なんかピリッとしてるからこそ自分ももっとやんなきゃいけないって思わせられるような、うんうんうん、まあ、雰囲気はめっちゃいいなと思いますね。いいね、新人の人が感じるっていうのはかなりね、はい、はい、そうですね。なんかさ、そのやっぱり大学もさ、ある程度こう一流、ある程度っていうか普通に一流のところでさやってきてさ、まあ、提供の長岡でさ、はい、やってきてさ、そっからでもやっぱ全然違うレベルは。そうですね、やっぱりなんかあの一人一人がやっぱり ちゃんと自分を持ってるというか、おだからこそ変わってくるのかなと思ってて、はい、まあ、はい、多分ここに集まってる人っておのおののチームで、うん、一番だった選手だったりとか、まあ、主力、うん、めちゃめちゃ主力だった人がここに来てるわけですか、うんうん、そういう人たちが集まるとなんかやっぱりなんか一つレベル上がるのかなと思います。あ、まあそうだよね、はい、なんていうんですかね、やっぱり高校とか大学って、うん、めちゃめちゃ主力の選手がいて、うん、でなんかやっぱりそのなんていうんですかね、自信がない人とかも少なからず、うんうんうん、そういう人を主力が引っ張っていくみたいな、うんうんうん、が多いとは思うんですけど、なんかそれ、うん、そこがあんまなくて、やっぱり一人一人がやってるんで、そこはなんか、そうですね、差っていうか、まあ、それはプロだからこそ当たり前のことなんだな、うんうんうん、まあ、そうだよね、全部、J1 だと本当に全部の強豪校と言われるところとか大学とかいろんなユースのトップのチームの本当にトップの人たちが集まってるわけなので、はい、トップオブトップだもんね、もう日本のね、はい、そのレベル感で言ったら、はい、なるほどね、全員がこう自分を持って意識せずにこうやってるっていう、はい、まあ、それはレベルが高いよな、それはな、なるほどね。で、ちょっとさっきもちらっと言ったけど、なんか、まあ、全員ね、今の話にあったように、やばい、バケモンばかりだと思うんですけど、ケースケの中で本当にこう、この人ちょっとやばいな、みたいな、思った選手がいれば、もちろんね、皆さんやばいと思うんですけど、ちょっとそれ聞きたいなと。ああ、むずいっすね。目の当たりにした感じを。むずいっすね。なんかまあ、いろんな部門があるっすね、ぶっちゃけ。でも、まあ、全部。誰なんだろうな、やってみてうわーみたいなシュートとかさ、もう止められんわ、はいはい、いるじゃん、いるっすね、うん、難しいな。個人的にすごい好きなのが、うん、あの鳥栖の10番の樋口優太選手、はい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 、はい、モレリア入ってるね、そうです、はいはい、優太君がやっぱりなんて言うんですかね、僕の2個上、多分2個上なんですけど、あ、そうなんだ、俺の1個上か、はい、若いんですけど、やっぱり10番を背負っていながらも、なんて言うんですかね、やっぱり試合とか見てもやっぱりチームを、うん、チームの心臓みたいな感じになってきてるので、うんうん、そこは本当にすごいなと思いますし、その練習の最後にやっぱりシュート練習とかあるんですけど、うん、その時のシュートとかも、なんて言うんですかね、僕的にはすごい取りづらいなってイメージがあって。それはコース、タイミングとかパワーとかなの？コース、蹴り方っすかね。持つのが結構上手いんで。はいはいはい。それでなんか、どっちでも打てるようなところにちゃんと置くとか。うんうんうん。そういうの基本のところも上手いですし。あ、この選手めっちゃ上手いなって最初に思ったのは優太くんですね。さすが10番。
さすがっす、本当に。いやー、すごいね。へえ。でも、キーパーとかでもやっぱりいるんだ。一緒にやってて。全然やばいなって。あ、やばいっすよ。キーパー。やばいんだ。やっぱり今、パク・ユルギ選手と、森田達也選手っていう、サブキーパーが森田達也選手なんですけど、ちょっとその2人をやっぱり間近で見ると、あ、これが、J1 で、活躍できる選手なんだなっていうのがすごい分かってる。分かる。やっぱシュートストップル、シュートストップは全然高くて、なんていうんですかね、瞬発力とかもやっぱり違いますし、その経験がすごいんで、予測とか、試合中の予測もそうですし、コーチングとか、だから全ての五角形やったら全てにおいて、なんかまだちょっと差があるなと思いますね。なるほどね。そうか。ケイスケでもね、そうやっぱり思うんですね。めっちゃいいお手本がいるって感じです。まあそうだよね。近くにね、もう本当日本のトップクラスのね、キーパーとか選手たちがいっぱいいるっていう。私生活とかどんな感じなのみんな。あんまりその、めちゃめちゃ干渉はしないんですけど、めちゃめちゃ分かってるわけではないんですけど、まず午前中にほぼ練習が終わるんで、まあ、そうだよね、プロね、はい、でまあみんな大体1時から2時半ぐらいの間ではもうみんな帰るんですよ、でまあそっからは本当に自由で、やっぱり家族いる人は家帰りますし、まあ、平日とかに遊ぶってことはあんまり多分ないですね。多分年は、ケイスケ午後何やってんの？僕は本当家帰ってきて、で、ネットフリックス見て、ちょっと、なんか何かしら1日1学びみたいなのがちょっと必要な人なんで。1学びね。1学び。なんか、ちょっとパソコンで、ノートってあるじゃないですか。ノートとかをチラッと見たりだとか、まあ、たまに本読んだりだとか。めちゃくちゃいいことしてるやん。めっちゃいい、いい人間の、なんか過ごし方やん。でも昼寝もやっぱり睡魔に勝てない時もあって、やっぱり昼寝大事だよね、大事だよね。6時から6時に起きていって、で1時とか2時ぐらいに帰ってくるとちょうどめちゃめちゃ眠たいんですよ。ああ、そうだよね、そうだね。確かに朝早いんだ。そんな朝早いです。トスは朝早いらしい。へえ。あとは YouTube 撮影とかもその時間にしたりだとか。あそこそこ YouTube もやってるもんね。はい。誰と仲いい？誰と仲いい？まあ、やっぱり同期が2人いて、松本大輔っていう中央大学から鳥栖に行った、あと岩崎優斗がいて、はい、その2選手とはやっぱり仲いいですね。まあそうだね、同期ね、いいね。同期はやっぱり仲いいですね。じゃあ2問目いこうかな。はい。じゃあいきます。いきます。じゃあ2問目。これちょっとね、もうね、みんながこれ多分聞きたい。で、この質問めっちゃ多かったんですけど、いきます。サガン鳥栖に入った経緯を、まあ、話せる範囲でいいんで、はい、ちょっとなぜオファーが来たのかっていうところとか、入った経緯をちょっと聞きたいなと。そうですね、はい、なんか簡単に言うと、大学生の時から多分なんかちらっと目につけてはくれていて。ああ、なるほどね。はいはいはい。で、まあ、大学卒業して社会人でやったじゃないですか、でその時の僕の状況を、僕の恩師であるコーチが、大学のコーチが深谷がこういう状況ですと、今こういう状況だからちょっと一回練習参加させてあげてくれないですかねみたいな感じで、スカウトに行ってくれてて、はいはいはい。でなんかまあそれをスカウトの方が引き受けてくれて、で練習参加は実現したんですけど、へえ。でその練習参加が2週間あって、でその2週間で OK もらってって感じです。あ、なるほどね。なんか結構見てる人はさ、なんかウィナーズだったりとかさ、 YouTube が関係してるみたいなさ、やっぱなんか見られてプロとかあるんだみたいな思ってる人とかもいると思うんですけど、はい、なかなかねそういうわけではなくね、ちゃんとね、もともとね、実力でこう見られててっていうところは、まあ俺は多分そうだなと思ってたけど、
なかなかウィナーズってさ、プロ行くの難しいよ、それは。今の段階では。それはむずいっすね。そうそうそう。さすがに、どうやって行ったんだろうなと思って。はい。で、なんかさ、結構そういう人がいたからさ。なるほどね。YouTube とウィナーズは正直全く関係ないですね。まあでもなんかあの間違ってほしくないのは YouTube とかをやることによって、はい、なんて言うんですかね、 YouTuber からだったらプロサッカー選手になれるんだと思うのは多分間違いだ。プロになるために YouTube をやるっていうのはちょっと僕的には違うのかなと思ってて、あのサッカーの価値を届けたいとか、なんか自分が与えたい価値があるんだったら YouTube はやるべきだと思うんですけど、うんうん、ただプロになりたいだけなら、うん、僕を見習わない方がいいと思います。どうだ、プロになろう、ウィナーズ入ろうとかじゃないもんね。全部は本当にダメだと思います。なんかそこは、うん、勘違いしないでほしくないですね。でもそうだよね、それはね、うん、なるほどなるほど、そういう経緯がねあったですね、もともとね、こう見られててっていうところが、まあまあ、なるほど、はい、うん、なるほど、なるほど、なるほど。実際どう思いましたか、あのサガン鳥栖のからオファー来て、もうオファーというか決まったというか、はいはい、時は。いや、めっちゃなんか、実感わからなかったですね。なんかサガンって言われて、うん、そりゃ名前知ってるし、サッカー見たことある、うん、なんかそこのチームに入るっていう実感は正直あんまなかったっすね。そうだね、だレベル感もわかんないもんね、テレビとかでしか見てないわけだからさ。はい、全然わかんないです。まあ、実際練習行ってから実感湧いてきたって感じ。そうっすね、でも言うて実感っていう実感湧いてないっすね。なんかやっぱり J1 で出てとか活躍しないと。ああ、そっかそっかそっか。なんか J1、J リーガーになった感とか、J1 リーガーに本当になった感みたいなのは得られないかなって。なるほどね。まだ、まあ、もちろん J リーガーっていう、その、まあ、実感というか、その覚悟みたいなの持ってるんですけど、うん、まあ、本当の意味での実感はまだ湧かないのかなって感じ。うん、なるほどね。かっこいいな。うっす。うっす。うっす。いや、いいね。でもそうだよね。出てからがね、入ったことがゴールじゃなくてね、はい、こっからがスタートだもんね。全然ゴールだ。楽しみです、本当に。はい、じゃあ、3問目いきます。3問目。これいいのかな、聞いて。これいいのかな。でもめっちゃ来てたからちょっと聞きます。いないっす。はい、何の話ですか。違う、彼女じゃない、彼女じゃない。絶対彼女です。早口にしないでもらっていいですか。じゃあ何だろうなって言うのに。いきます。これね、めっちゃ来てました。年俸はいかに。あ、それは分かんない。こっちです。こっちです。あ、こっちです。あ、こっちです、うん、見えてる、はい、年俸が1000万とか1500万とか2000万とか言ってやりたいんですよ。うんうんうん、やっぱり夢を持たせるためにも、うんうん、サッカーだけでね、そんだけっていう。でも、はい、なんか昔だったら高卒とか大卒だと、大卒で入ると、うん、まあ、そこそこいい選手だったら1000万とか2000万とか出されてたっていうふうには聞いてたんですけど、今違うの。今はやっぱり A 契約、 B 契約、 C 契約っていうのがあって。ああ、分かれてるんだ。はい、でなんかチームの財政を保つためにも、うん、なんか大卒1000万の選手に2000万とか3000万とか出せないじゃないですか。うんうん、リアルだよ。これ聞いた方がいいですよ、皆さん。本当そうですね。活躍してくれるかどうかは分かんない若手にそんな出せないんですよ。そうだよね。会社もね、はい、社長としたらね、めっちゃ成果出してくれる社員か分かんないのに1000万、2000万出す、はい、なかなか難しいもんね。めっちゃ難しい。だから、その J リーグ自体が A 契約、B 契約、C 契約っていうカテゴリーを分けて、で、最初、全員若手は C 契約から始まるんですよ。あ、そうなんだ。で、C 契約だと最大が480かな。480なんで、まあ、1年目は、まあ、480とか、まあ、うん、まあ、300から480ぐらいの間なのかな。はい、で、そこで活躍していったら A 契約になって、で、A 契約だと上限なしですね。上限なしなんです。すげえ。そうなんだ。なんで僕は、今シーズンは正直
あれなんですけど、トレーニングパートナーなんですけど、うん、まあ来シーズンはそれぐらいだと考えていただければ。なるほど。うわ、リアルですね。はい、リアルです、これが。それこそ本当にさっきケースケ言ってたさ、その J リーグとかプロになることがゴールって考えてると、ちょっと違うかもね、また。はい、稼げないですか。だもんね。稼げない、稼げないですか。それじゃ稼げないです。それ稼げないね。はい。いや、そうなんだ。やっぱ、まあそうだよね。そうだよな、ね。そっか。いや、本当に厳しい世界ですね。はい。うん。なるほど、なるほど。ありがとうございます。そんな感じです、ね、年俸はね、皆さん。こっちは。はい。あれ向けのこれは、いや、あの、そういう、今日はあなたなんで。せっこい。せっこいな。じゃあ、行きます。はい。はい。じゃあ、ちょっと、まあ今ね、軽くね、ちょっとずれたので、ちょっとまたサッカーね、戻してまたずらしていきたいと思います。はい。ずらすとサッカーに戻す。はい、戻すと。まあ、ケイスケのチャンネルとか、多分今回ケイスケが出るっていうところで、キーパーの人とかも結構見てくれてると思ってて、はい、うん。まあ、キーパーじゃなくてもね、いいんですけど、キーパーとしてケイスケがこう大事にしてること、まあ、プレイヤーとしてっていうのも欲しいんだけど、キーパーとしてとプレイヤーとして、サッカープレイヤーとしてやっぱり大事にしてること、プレー面でもそうだし、まあ、いろんな、そこの面でもいいんだけど、とか練習で意識してるところだったりとか、うん、あとは成長したきっかけとか、なんかそういうようなことを聞きたいなと思います。そうですね、今のはなんか全部の答えになるんですけど、プレイヤーとしてもキーパーとしても、あと成長したきっかけにもなる一つの答えで、うん、それが堂々とすることなんかなと思って。堂々とする、はいはいはい。なんか高校1年生があんまり活躍できないっていうか、うん、高校1年生と高校3年生の時のプレーを見比べると、やっぱり高3の時の方がプレーみんないいと思うんですよ、うん、ほとんどの人が。で、僕はそうでしたし、で、うん、大学も大学1年生より大学4年の方がプレー良かったですし、うん、だからそう考えた時に、なんでやろうなと思った時に、どれだけ堂々とプレーできてるか違うなと思ってて、やっぱり1年生の時ってすごい萎縮しちゃってると思うんですよ、うんうんうん。でなんか萎縮してるとやっぱりプレーも萎縮 してしまいますし、うん、まあ、本来のいいプレーが出ないと思うんですけど、うん、やっぱりなんか自分ならできるみたいな、うん、こういうメンタリティだったりとか、堂々とした振る舞いをすることによって、いつも通りのプレーだったり、もはやいつも以上のプレーができるのかなと思って、うん、なんかそこはすごい意識してますね。やっぱりプロに入ってからも、うん、最初とかもできるだけビビってない感というか、うんうんうん、なんかあれなんかこういうの慣れてるみたいな感じを出した、すごい堂々として練習参加はしてましたし、それさ、本当に堂々としてこうなってるのか、実はこうちょっとビビってるけど、あ、ちょっと堂々とするのかっていうのまた違うじゃん。違うですね。まあ、最初はもう正直ビビることは仕方ないと思うんですよ、うんうん、なんか例えば決勝戦、選手権決勝でビビんないかって言われたら、うん、多分ビビるところはあると思うんですけど、うん、やっぱりなんか振る舞いから変えることによって、うん、なんか脳が勝手に、うん、なんていうんですか、ある意味勘違いしてくれるのかなと思って、うんうんうん、だから僕はどんだけビビってても先に堂々として、で堂々とすることによって、あ、俺案外できるなだったりとか、うんうんうん、そういってなんか後から本当に堂々とできるみたいな、あ、なるほどね、感じなのかなとは思ってます、うん、はいはいはい、なるほどなるほど。確かになんか結構俺も本とかさ、そういうのさ見るけどさ、そのなんか脳と体ってさ、体の方が先に成長してるからさ、こうなんか踊りながらさ、ネガティブな気持ちにはなれないっていう、なんか、そうっていうのも聞いて、だからそのメンタリティみたいな話はさ、めっちゃさ、ね、まさに脳科学とかそっち系に基づいてるというか、科学的に多分めっちゃいい話というか。あ、マジっすか。そうそうそう。うん、声でかい人ってこう自信がある人多いじゃん。自信がある、はい、堂々としてるような人。あれってなんか、その自信があるから声がでかいわけじゃなくて、なんか多分ちっちゃい頃から声がでかいような教育とか受けてて、声がでかいから自信が出るようになってくるみたいな。だからまさにそのケイスケの自信は最初ないけど、体でもう
メンタルとかじゃなくて自信あるような雰囲気を出すとか振りをするだけで実際に本当に自信が湧いてくるっていうような話も聞いたから、まさにねそれを実践してるっていう、無意識に実践してるっていうのはすごいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやすごいよ。なるほどね。これちょっと結構多分さ中高生とか大事な試合がこれからあるわけじゃん。はい。そうでさ、これから進路選んだりとかいろんなところ練習行ったりとかしていく中でさ、やっぱりメンタリティの部分って多分ねすごい気になる人がいると思うから、一つのね、はい、参考の話として、実際にプロになったケースケもやってますよっていうところで、はい、いいじゃん、いい話なんじゃないですかっていう。やっといい話できたっす。ちょっと今ねダサダって聞いちゃったんだけど、ちょっと小分けにするとそのケースケって俺イメージ、その成長したきっかけってさっき言ったじゃん、一気に俺伸びたなっていうケースケは思ってて、なんでそんなこういきなりキックとかも全然飛ばなかったじゃん最初は。はい。だけどなんか1年のなんか途中ぐらいからさ、なんかすごいこうギュンって伸びてった気がするんだけど、それはなんかなんでかなっていう、現役の時に聞けなかったかな。これなんかはっきりとは分かんないんですけど、まず体が普通に大きくなったっていうのがあって、身長、はいはいはい、身長がちょっと大きく、成長期だったんでその時、うんうんうん、ちょうど高1の冬ぐらいに多分179とか8ぐらいまでいった。ごつくなったよね、なんかね、なんか筋トレと、うん、やっぱり成長期っていうのはあったと思って、うん、で、あとはなんか体のしなやかさみたいなところで、やっぱりストレッチとかめっちゃやってたじゃないですか。うんうん、そうね、はい、なんかそれも あると思ってて、うんうんうん、でプラス人工芝、うんうんうん、じゃなくて人工芝に、なって、踏み込みがすごい効くようになったっていうのと、うん、あと自主練でめっちゃシュートしてたんですよ。ああシュートしてたね。はい、なんかシュート大好きなんで僕。はいはいはい。で思いっきりシュートを打つっていう、その青龍とかにめがけて思いっきりシュート打つっていうことをやってて、はいはいはい、あ青龍っていうのは何でしょ、はい、とか、やってたりしてて、うん、なんかそこからボールのインパクトみたいなのも知れて、うん、そういういろんな要素が合わさって一気に飛ぶようになったのかなと思いますね。なるほどね。だからまあ要はいきなりバンって伸びたっていうか、まあ、本当に着実にやってきてたことが身を結んだっていうイメージか。そうっすね、なんかめっちゃいいように言うとそうっすね。でもなんか努力はすごいしてるタイプっていうか、そのイメージはめっちゃありますね。なんかこう着実と毎日毎日やることやってみたいなイメージは、体も大きくなったし、ね、一気にね、一気にというか、うん、努力はしてきたように見せたっす。見せた。してなかった。いやしてたっすけど、やっぱり全然俺よりしてるやついましたし、タクヤとか、うんうんうん、木戸ひろもしんとか、うんうん、嬉しが今嬉しがってるよ多分見てくれるな。名前出てきてタクヤとか木戸はやっぱりなんかすっごい知ってるじゃないですか、うん、なんかそういうのを見てるとなんか全然まだまだまだだなって思えてたんで。ああなるほどね。なんかあいつらがいたからこそ、あいつらぐらい努力はできなかったですけど、うん、なんかちょっと努力のレベルは基準みたいなのが上がったんで、うん、そこはできたかなと思いますね。努力、なるほどね。周りに努力やっぱめっちゃしてるやつがいたと、はい、そういう環境が良かったっていうところもあるよね。めちゃめちゃ良かったです。うん、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ、5つ目いきます。5つ目、はい、はい、ちょっとねサッカー路線であと1個いくと、なんでそんなにケースケのストロングポイントだと思うんですけども、キックが飛ぶのかというところ、はい、ちょっと教えてください、軽く。はい、はい、ロングキックは、柔らかさと膝下の振りの速さだと思ってます。おお、柔らかさと膝下の振りの速さ。はい、柔らかさと速さが大事だと思ってて。柔らかさと速さね、はい、はい、柔らかさがあることによってやっぱり足の振れ幅、うん、これね、この振れ幅がやっぱり大きくなればなるほど、うん、パワーは大きくなると思うんですね。うん、これよりも高度が絶対強いじゃないですか、うん、
のと、あと膝下の振りを最後に早くすることによって、これとここの速さがなんか一緒になって、うん、増幅バーンいくと思うんですよ。掛け合わされるね、でもね、はい。なんで、まあ、僕そのキックがなんか多分見てるとパワーで蹴るよりかはすごいしなやかに蹴ってるっていう感じで、うん、言われるんですけど、うん、そのしなやかさが大事だと思ってて、あとはさっきも言ったそのシュート練習とかして、うん、の速さを速くしていきました。その、そうね、飛ぶようになったと僕は思ってます。なるほどね。ケースって80メートルぐらい飛ぶもんね、マジで。多分頑張れば、本気で頑張れば、ね、やばいよね。いや、すごいわ。なるほどね。しなやかさとその振りの速さってどうやって鍛えたの？振りの速さに関してはもう確実に多分シュート練習です。シュート練習だって、キーパーのみんな、はい、キーパーを置いてキーパーの顔面に向かって思いっきりシュートを打って、キーパーがビビるみたいな。ちょっとなんかサイコパス的な部分出てきました今。でもなんかやっぱりアニメで育ってきてるんで僕は、うん、僕はヒューガー小次郎のタイガーショットと稲妻イレブンのファイヤートルネードで育ってきてるんで、はい、なんでやっぱりキーパーを弾いて決めるっていうその謎の美学があるんですよ。ちっちゃい頃に。美しくはねえけどな、そんな。なんでなんかシュート練習。そうだよね。確かになんかロングキックとさ、シュート練習ってまたシュートの方が振りが速くしないとね、間に合わないもん。そうです。なるほどね。それはちょっとなんかいいかもね。新しいかも。その練習方法って。センターバックとかやっぱボランチの人たちもね、ロングキックやっぱ飛んだ方がさ、コート広く使うね、はい。大事ですよね。しなやかさの部分は？しなやかさの部分は高尾ストレッチです。知らないからみんな。やっぱりストレッチだと思ってます。うん、ストレッチね。あんまり僕そのストレッチとかやってこなかった人なんですけど、股関節だけは本当にやってて、とストレッチとかあんまり継続できなかったタイプだったんですけど、うんうんうん、股関節のあるじゃないですか、うん、股関節の、うん、がめちゃしてて、でそれのおかげで、はい、何か飛ぶようになったんかなとは、うんうんうん、なるほどね。まあ要はストレッチが大事だと、はい、うん、まあそうだよね。 OKOK、 ちょっと皆さんストレッチとこのね振りの速さもね、シュート練とか、ね、結構鍵かもしれないので、はい、ぜひやってみてください。やってみてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ6個目、ここでちょっとね皆さん聞きたかったちょっと外した質問があります。なんでなんていないっす。いない、いないよ。まだ何も言ってないんですけど、だどうせもうあれやもう。じゃあ行きます、改めて、はい、彼女はいますか？いないっす。いないんだね。 なんでだってさ、もうなんかさ、ウィナーズ出てからもさ、イケメン、キーパーイケメンとかさ、なんかさ、もうめちゃくちゃ来て、もう後輩腹立つわーとか思いながらさ、全員男なん。なになに、それかっこいいとか言ってるの全員男なんよ。あ、そういうこと。ウィナーズ男しか見てないですもん、ほぼ。あー、確かにね。でもさ、かけまるチャンネルのさ、なーちゃん、なーちゃんはさ、経験を知ってるゴリゴリの動きがダサい。そんなかっこいいやつそんなことしないから。やっぱりなーちゃんは分かってるね。あ、なるほどね。あの人は分かってるんだ。分かってない人が多すぎるんで。あ、なるほどね。ケイスケのかっこよさを、はい、いやいやいや、でもそんなことなくて、本当にツイッターとかでもイケメンだわとかさ、なんかもうみんながこう認めるイケメンじゃん、ケイスケって。なんかいやいや、で性格も良くてさ、でサッカー上手くてプロで、で勉強もねできてたわけじゃないですか。なんか特待生みたいなとこ入ってたじゃん、高校の頃進学みたいな。それでなんで彼女がいないんですかって。彼女いないのは分かった、彼女いないのは分かったけど、モテるでしょっていうところ。いや、モテないっすよマジで。なんかモテないっす。え、高校の頃はモテたんですかって質問めっちゃ来てたから、ちょっとそこら辺も触れて。
どんだけモテたんって選手権真ん中って言われて出てモテるっていうのは難しいですけど、例えばモテるの定義が告白された回数なのだとするならばモテてないです、うん、あ、そうなんだ。はい、ケイスケなんか文化祭で写真撮りましょうとか、あ、だからそれモテてんのよ、こっちからした、こっちのこっち側の人からした。あ、なんか写真撮ったら満足なんですよ多分みんな、僕は。あ、でもなんかね、その整えすぎちゃってて、いるじゃん、なんかさ、美人すぎてこうさ、その見てるだけでいいみたいな人いるじゃん。ちょうど良くはないよね、ケイスケ。ちょっとイケメンでさ、180身長もね、180、今3とか4とかあるわけじゃん。で、プロでみたいな。ちょっとね、声かけがたいところはあるかもしれないね、みんな。いやー、声かけたら1コロっすよ。単純なんだ。単純っす。なんか、あんまりグイグイ、めちゃめちゃ、ブワーってずっと来られたことないんで。あー、なるほどね。なんか、そんな風にやってくださったら、やってくださったら。え、高校の時は何人ぐらい彼女いた？いや、高校同時じゃなくて、一人。高校でできたのは一人です。皆さん、今もうここら辺で、えーってなってます。なんで？ケイスケ君、一人ですかみたいな。一人ですよ。高校一人。なんで？あー、高校はあれですよ。片思いしてたんで。あ、片思いしてた。はい。僕好きなめっちゃあって、この前言ってたね。はい。めっちゃ好きな子いたんで。いたね。はい。いましたね。懐かしいですね。なんでそんなことがあったんで、その彼女は別にその時他の人に移ろうとかなかったっすね。うわー、すごいね。何？うざ？なんか。うわうわ。一途です。いやー、なんかイケメンでこんなプロでさ、勉強できて高身長でさ、片思い一途ですみたいなのって言われたらさ、どうしたらいいの俺と秋のりは。いやモテた。いやそっか、なるほどね。そうなんだ。その片思いしてた子の、名前とかいいっすか、入れとかなくて。ここに、あ、斉藤優里っすか。おいお前使えないからこっち言ったけど。いや、使えないっすね。もうやめとけよ本当に。でも今は連絡取んの？今連絡取んない？取んないっすね。でもたまになんか誕生日とかでちょっと取るっすけど。ああ、なるほどね。まあでもなんかもうさすがにあの時やっぱり、うん、やっぱりずっと会ってないんで。まあ、モテてたよね。俺らもだって上の学年だったけど、聞いてたもん、やっぱり人気な女の子一人。うん。いやー、ケイスケ行ってほしかったけどな。やめろ、だからそこまで使えないから、こっちはこっちで。こいつ、ほんとに。ピーだよ。飽きのりが大変だから。大変だ。なるほどね、そっか。いや、何ちょっともういい、対談いいですか、終わって。飽きない笑ってる、これ。やめて、こんな俺やめてください、そういう話。本当に、ね、名前出せないから。そうっすよね、すごいっすよね。ね、いや、そっか。でもまとめると、こんなね、イケメン爽やかあのねの子も意外とこう高校の時は一人で一途に、でしかもこの子ではないわけでしょ。別の時期に片思いしてた子がいたわけでしょ。そうです、高2の冬とか、ね、あ、そうだよね。で結局付き合えなかった。すごいね、なんかですらしいです。サガン鳥栖ファンの皆様、ケイスケファンの皆様、ケイスケ君は意外と一途、そしてグイグイ行けばすぐ行ける。これもういい情報、これも今日の YouTube 上で一番届けいい情報。そっか、なるほどね。面白い。でもミナーズとかいろいろあってさ、女の子から DM 来たりとかしなかった？なんか見たよとか、うんうん、それくらいはあるですけど、なんか応援。それ既存の友達ってこと？もともとの友達ってこと？もともとっす。新規のそのさ、新規っていうか、
なかった。あんなんかあのそのファンチックな感じで、うん、あの応援していますとかはありますけど、やっぱりなんかそんな恋愛とかそういう感じじゃない、うん、あーやっぱまだ高嶺の花なんだわ完全に。もう全然ですよ。もうケイスケのここにインスタと LINE 貼っとくんで、あの皆さんどんどん DM してもらって。 LINE は待つ、 LINE は待つ、個人完全にね。インスタグラムでお願いします。インスタグラムでとりあえずはね。いやなるほど、面白い。そうですか、意外ですね。そこはね、もう皆さん意外だと思ってると思います。はい、じゃあ、ちょっとね、あの余談はさておき、はい。はい、あちょっとねこれあの、まあ、高校の話でもちらっと出たんで、これね、意外とね来てたんで、ちょっとね僕はどうでもいいんですけど、ちょっと聞きたいことがあって。どうでもいいって、どうでもいいっていうか、みんながねこれ聞いてほしいって結構意外とあった質問があって、はい、そが高校の時の歩夢くんどうでした？あ、はい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 、これがね意外と聞いたんで、ちょっとまあ僕も聞いたことないんで、あの聞けたらと思います。歩夢くんはいらんこと言うなよ本当に。いや、いろいろあるんですよやっぱり。歩夢くんはやっぱりあの天才キャラでしたね、確実に。あ、天才キャラだった、確実に。そうっすよ。あ、マジ？なんか歩夢くんだから OK みたいなとこあったんです、あの何においても。あー、なるほどね。あれは誰にも、明らかにもよく言われる、それ。なんか俺がやったら怒られることも、歩夢くんやったら怒られないみたいな。歩夢くんが悪いんじゃなくて、それは歩夢くんのキャラがそうしている。あ、キャラだね。はい、なんか歩夢くんって正直めっちゃ自由奔放じゃないですか。あ、そうっすね、そうっすね、そうっすね。だからなんかあの多分監督とかコーチも歩夢くんってある意味結構自立してたと思うんですよ、あの時は。お、ちょっと大人かなとは思ってて。お、へえ。なんかだからまあ歩夢くんだったらいいでしょみたいなところは多分多少あったのかなって思います。なるほど、寝坊とかね、ちょっとね、そういうちょっと寝坊だったり、あと怪我したのあちょっと今日抜けるすとかありました、ね、ありました、ね、よくあるよ。それ本当多分一番あったかもしれない。あとはそうですね、怪我人で通院するって言って寮戻ったりとか。今だから言える。今だから言えるっすよ本当に。あんなのバレてたと思うけど。まあそうですよね、やっぱり。温泉行ってましたからね、たくさん本当にもう。本当に良くない。確かにそのイメージか。そっか、確かに。いや俺らからしたらそれってやりたくてできないんですよ。あ、逆に怖くて切っちゃって。うんうんうん。歩夢くんってなんかそこのメンタリティがえぐかったなと思ってて。ああ、メンタリティっていうのかな、確かにメンタリティがね、怖いもんなかったっすよね多分。そうだね、まあなんか自分優先みたいなとこあったかもしれない、ね、いや本当になんかそういう方やったなと思いますね。でまあプレイ中はうんなんか天才キャラって結構俺にボール渡せよとか罵りがちな感じあるのかなって。ああ、強く言ったりとか、はい、周りに。でもそういう感じじゃなくて、歩夢くんは全然なんか本当に自由にやってたなって感じ。なんかずっとさ、うん、楽しんでたなってイメージですね。なんか楽しいな、確かにそれは確かにね。なるほど。ずっとやっぱり高校3年間、はい、いいプレーができてた秘訣なのかなと思います。ありがとう。なんか、いい、よかった、いいことばっかりで、本当に。なんか、思い出のことエピソードとかあります？なんか、来てたんで。いや、あれ、それは、ヒューが語られたことじゃないですか。いや、なんか、それしかないです、ぶっちゃけ。ヒューがごめんな。本当に、ヒューが、本当に。あの時はヒューが、エフリーガーのね、斎藤ヒューが、本当に、ごめんなさい。謝った方がいいっすよ。本当にね。ちょっと多分ね、知らない人もいるんで、ちらっとだけ今日の話してもらうと嬉しい。斎藤日向選手っていうね、うん、ライカ大阪に今、スライカ大阪ね。僕と、日向と、あともう本当にこの2人っすよ、秋典さんと、うん、歩夢くんっていうその4人部屋があったんですよ、遠征先で。いや、すごいね、今のチャンネルの秋典とね、圭介と日向ね、はい、4人部屋の。ドリンビアで、で、まあ秋典さんと何から話してんかな、まあ、前提として俺とヒューガーはその日やらかしてたんですよ。うんうん。真子さんの吉田真先輩の選択を
終わったと思ってどかしたら終わってなくて、で切れられるっていうね。めっちゃ切れられて、まあ、めっちゃってかなんか、あ、まこさんとかはあんまり多分怒りたくなかったと思うんですけど、まこさんの、まこさんがなんか多分誰かにそれは切れた方がいいみたいなのを言われたんですよ。あ、そうだね、怒った方がいいよみたいなね。はい、で怒られたんですよ。で、うん、俺とヒップはメンタルブレイクしてたんですよ。うん、でプラス俺は秋典さんとあゆむくんの部屋と一緒なのに、うん、鍵を取ったまま初めてすね毛を剃るっていうことをやってしまって、うん、初めてのすね毛剃りってめっちゃ時間かかるじゃないですか。うんうんうん、だからめっちゃ待たせちゃったんですよね。うん、あ、そうだね、鍵持ってってね、俺ら入れなかったんだね、部屋にね。はい、入れなくて、でなんかそれでもうわやべえな、めっちゃ申し訳ないことしたなと思って、メンタル、うんうんうん、で俺らはもうメンタルがすごい、もうすごいどん底だったのに、その時にあやむくんとあきみさんはもう怖い話をすると、うん、怖い話しようみたいなね。はい、で俺たちは嫌だったんですよ、もうそんな気分じゃないと。そうだよね。だけど無理やり聞かされてめっちゃめちゃ怖かったんですよね。うんうん、めっちゃ怖い話したね。うん、でなんかお風呂の話やってね、お風呂の鏡が、うんうん、そうそうそう、鏡のね、鏡の話だったね。でその鏡の話でなんか秋典さんがここのホテルもやばいみたいな多分なって、うん、でヒューガを見てこいみたいな、でヒューガを見に行かせて、でヒューガバカビビって行って、でそれでヒューガがお風呂に入った瞬間に電気消して閉じ込めてヒューガバカ泣いて帰ってくるっていう。いや本当に良くない。いや、あったね、だね、あとは、うん、多分インハイ負けた時、選手権負けた時、秋典さんとあゆむくんにいじめられた時です。この3回っす。めったに泣かないやつをね。すごいっすよ。マジでいいやつだもんね、ヒューガってね。ヒューガマジで。だってそういうことでね、そうだよね、泣いちゃうタイプだったもんね。そっか、懐かしいなそれ。それかよ、それかよエピソードっていうエピソードあるっすね。まあこういうね一面なかなかね見れないんでね、ちょっとまあ良かったんじゃないかなと、うん、やんちゃってきたね、あゆむくんは。もういじめてたとかは全くないよね。あ、いじめはないです、うん、いじりっていうか、ただただ楽しんでたって感じですね。いや本当に勘違いね、してほしくない。俺も本当に多分ね、めっちゃ後輩仲良かったね、みんなね。はい、本当に今もみんな仲良かった。確かにこれだけ聞いたらかいじめっ子みたいな。そうそう、これだけ聞いたらもうただのいじめっ子みたいになるから、本当にそういうタイプじゃなかった。いや、そうだね、仲良かったね。こんな風に話してないっす。そうだね、確かにね。よかったよかった、ありがとうございます。なんかちょっと面白い。あとあるっすよ、もう一つエグいエピソード。なになになに。あゆむくんがサンタと細声にセンにお使い行かせて、でお使い行かせたらサンタと細声がフルさんに会って、あの監督に会って、でクビ人になるっていう。いやマジで黒若いかなと思って。いや本当にあれはマジで申し訳ないなと思った。そう、クビ人ってあのね、もう部活できなくてずっと掃除させられるっていう、あのね、クビ人っていうのがあるんですけど、僕があの、そう、コンビニね、行ってもらったらね、クビになったっていう。いや、これはマジでいじめに聞こえるんで、これは、ね、そうだね。くっそおもろいな。ちょっとこれ早送りだけでバーって流して。ちょっとですよ、これ。サンタとホスト前、だからよかったっすよ。そうだね。なんか、本当にサンタと細江って、あゆむくんめちゃめちゃよくしてたじゃないですか。うん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 。めっちゃ可愛がってた後輩だったからこそ、まあ、あゆむくんだったらいいかなって感じ。うんうんうん。でも、あれが仲良くない先輩って、うん、マジでぶち切れるっすよ。そうだよね。でも、細江とサンタ売らなかったっすもんね、あゆむくんのこと。そうそう、それすごいよね。いい後輩っすね、本当に。うん。教育が行き届いてた。絶対言うなよっていう。いや、それこそいじめに聞こえちゃうわ。じゃあ行きます、ごめん。ちょっとね、ふざけすぎたので、サッカーに戻したいと思います。はい、正直プロに行ける自信はありましたか？そしてもしあったとしたらいつからあったかっていう。プロに行ける自信はなかったっすね。なかった。
はい、もともとプロを目指せない、目指してなかったというか、うん、いや半ば諦めてた部分があって、おへで結構僕こんな感じですけど、めちゃめちゃ自分の能力を疑ってきた人なんですよ。お小学校の時から、本当に中学校ぐらいから、まあ、プロにはなれないなっていうふうには感じてて、まあ、高校生活もプロになるっていうよりかは、本当に選手権で日本一を取るっていうところだけを目指してて、お、はい、決してその自分がプロになるとか全然思ってなくて、もはや大学サッカーするかどうか悩んだくらい、そんな感じで、で、まあ、まだまだ自分はそんなレベルじゃないなってずっと疑い続けてきたからこそ、逆に僕の性格上、あ、もっとやんないとこのチームでまず出れないなっていう、風な思いがあったんで、それで一歩一歩どうしてきたかなっていう思いがあって、プロになれるな、なれるかもしれないなと思ったら、本当に大学4年生の本当に夏終わりぐらいですね。あ、そうなんだね。終わりくらいにやっと関東一部リーグっていう、その相手がプロサッカー選手、プロに内定している選手とかいる中でも、あ、案外いけそう、いけるなっていうふうに思い出して、関東リーグでもう結構安定したプレーみたいなのができてきて、でそこで、あ、だからようやくプロに行けるまでのレベルにたどり着けたかもしれないなっていうふうに、あの、疑わずに見ることができた感じ。大学で初めてそうちょっと思えたぐらいなんだね。はい、プロにはなれないと思ってたんですね。もう本当に大学2、3年生僕出てなかったんですけど。あ、そうなんだ。2、3年生の時はもう大学サッカー1回やめて海外サッカー行こうかなって思ってます。すごい、それは意外だね。はい、トレーナーにも相談して、してて、まあ、ここでその最終的にやっぱり自分っていうよりかは、このチームメイトと一緒にやりたいなっていうふうに、そのトレーナーの最終的な結論が出て、まあ、とりあえず大学4年間は、なんかこのチームでやろうみたいな、もしかなかったですね。プロになると、正直全然考えてなかった。すごい、これはちょっといい情報というか、結構やっぱりプロになるような人たちってさ、みんなもうプロをさ、確実になれるって思って、で常にそう思った状態で多分なってる人多いっていうみんなイメージだと思うけど、ケイスケとかね、それ多分ケイスケ以外にもそういう人って多分いるんだよね絶対。そうそう、だからやっぱり最後までね諦めないっていうのもそうだし、今自信がなかったとしてもこれからね、あの、もしかしたら自分に自信がつくタイミングがあるかもしれないっていう努力し続ければ、っていうなんかような話だったなと。いい話。はい、エリートじゃない人もエリートじゃない、今エリートじゃない人も、成長していけば絶対、いつかそのレベルにたどり着いたって分かる時が来ると思う。そこまで努力してみてください。お、お後がよろしいようでみたいな感じですね。はい。すげえな、なるほどね、ありがとうございます。じゃあ、ね、サッカーのことたくさん聞いてるので、9個目。はい、めちゃくちゃサッカーに大事な質問聞きます。めっちゃ大事な、はい、なんだ、もうこれはもうみんなぜひ聞いてほしい。いきます。はい、好きな女性のタイプ教えてください。はい、サッカー関係ないですね。全然サッカー関係ない。いや、これからのね、トスのサポーターの方とかさ、ケイスケに関わるような方々にちょっとね、女性のサポーターの方もいらっしゃると思うから、タイプ聞いときたいでしょ、それを。はい、タイプはショートカットの子がタイプです。うわー、ちょっとバカ何言うとんねん。まだ捨てきれてないやん。いや、それはない、それはない。タイプはずっと一緒ってことっす。ああ、そういうことか。多分そういうことっす。なるほどね。タイプ、でもショートカット、わかるわかる。ショートカットね、かわいいね。なんか、あの、別にロングのことも全然いいけど、ロングの子がショートカットにしたいだとかも、めっちゃ好きっすね。なんで、なんか、ショートが似合う子がめっちゃ好きっすね。ああ、目が大きくて。あ、そうです。あ、目が大きい、ね。目が大きい子ね。はい。確かに。で、肌はちょっと白目というか。イメージ、まあ白目じゃなくても肌の色は何でもいいです。ああ、なるほどね。
もうここを出しちゃったら多分分かると思うよ本人。いや本当に良くないです。しかもうみんな知ってるっすもん。そうだよね。まあいいやん逆にね。逆にね。そっかそっか。であとはなんか性格とか。性格はめちゃめちゃ強いっていうよりかは、うん、なんか。まあ、強い、あ、気が強いとか気が弱いとか、気が弱い、うん、めっちゃ気が弱い子はあんま好きじゃないですね、多分。うんうん。なんかちゃんと自分を持ってる人が好きで。ああ、流される系とかじゃなくて、ちゃんと自分が持ってる。なんか、あ、本当にそうですね、自分を持ってて、うん。とは、なんか何かしらのことを頑張ってる人がいいです。ああ、なるほどね。はい。いいね。身長高い方がいいとか、低い。あ、全然それは一切関係ないですね。そっか、身長はじゃあまあ別に問わず。身長は問わないですが、適正ですけど。適正ね。200センチとかは無理です。ちょっと自分より大きいとあれか。自分より大きいのはきついですね。まあ大体多分150から170の間、まあ174とかでも全然いいですけど、5。なるほどね。ショートカット、目大きめ、芯持ってて、何か頑張ってて、150から170ぐらい。いやバカかマジで。もう全部それで落とすやん。まあ最後にね、はい、ちょっとふざけてしまったんですけど、ラスト10問目はケイスケの、今後の目標ビジョン、はい、やりたいことなどあれば、はい、ちょっと最後に話していただいてまとめようかなと思います。はい、僕の目標は、はい、まあ、サッカー面とそのまあ YouTube だったりとか、あのサッカー以外の面があって、うん、うん、そのサッカー面に関してはまずは、J1 で来季 J1 で、うん、リーグ戦に出場することっていうのが目標です。見に行きます。お願いします。はい、みんなで。やっぱりその J1 のリーグ戦出てることに出るっていうことはやっぱり目標にこういうとか、うん、やっぱり日々の練習頑張れないですし、そうだね、で J1 のスタメンとかでね、ずっとコンスタントで出れるようになったら、あのやっぱりサッカー選手として一番目標にしなければいけない日本代表っていうところに近づくので、うん、まずは J1 でスタメンを取るっていうところを、うん、目標に今は置いています。うん、はい、で、まあ、そこはサッカー面はそういう感じで、サッカー以外のところに関してはなんかサッカーっていうのをすごい僕はかっこよくしたいなってふうに今思ってて、かっこよく、はいはい、サッカーっていうスポーツ自体をなんていうんですかね、クールにというか、やっぱりバスケとかってすごいクールなイメージあるじゃないですか、うん、うんうん、なんかおしゃれでねみたいな、おしゃれな感じが、なんかすごいサッカーってあんまりそういうところが少ないのかな、うん、そういう使い方してくれる人がいないのかなと思ってて、なんかバスケとかだとやっぱりバスケを好きな人じゃなくても、例えば僕でもあのバスケのユニフォーム見たりだとか、おしゃれだ、はい、おしゃれだからこそプレーを見たりだとか、バスケに興味ない人も、うん、そういうクールさがあることに見てくれると思うんですけど、うん、サッカーって今のところサッカーが好きな人しか見てくれないと思うんですよ、うん、だからなんかもっとサッカーとは違うジャンルで、うん、単純に興味を持っている、例えば音楽だったりとかファッションとか、うん、だからそういった業界の方にもサッカーを注目してもらえるような、うん、ところをしていけばもっともっとサッカーが上がるのかなっていうのを考えて、なるほど、だからその、サッカーをクールにみたいなところをこれからは、軸に置いて活動したいなって思ってます。うん、なるほどね。具体的にそれのために何をやるかとかは、まあ、徐々に発表していくっていう、まあそうですね、まあいろいろ今もう水面下で進めてるというか、まだ公表していないと、うんうんうん、まあ YouTube はその一つで、うん、これから、まあ、YouTube の最近の僕の動画で見てくれたら分かると思うんですけど、結構ちょっと、うん、テイストを変えてて、うん、若干おしゃれな撮り方ね、おしゃれ、分かる、はい、っていうところを意識してて、まあそれで再生回数今あんま伸びてないんですけど、なんかそこを僕たちが貫くことによって、うん、まあ、一つのサッカー系 YouTuber って中でも、まあ、一つのそういうくくりみたいなのができるのかなと思ってるので、うんうん、そこは継続してやっていきたいなと思ってて、なるほど、 YouTube と、まあ、他にいろいろ考えてるんですけど、おう、そういったところを、やって、まずは、人生を楽しみたいと思います。お、それが目標です。
彼女も作っていただいて。はい。いいですね。なるほどね。そっかそっか。じゃあもうジャンルとしてちょっと変えていくっていうイメージの。はい。うん、この一人になるというところですね。なる。はい。頑張ります。楽しみです。ちょっとね、はい、まずケイスケの試合楽しみだ。本当に。頑張ります、マジで。ウィナーズあれ、ジッってなったらウィナーズのみんな絶対見に行くから、もうウィナーズ席みたいなの作ってほしい。来るっすよ。もう最高で盛り上がると思うよ。ケイスケがスーパープレイとかしたら、マジで。マジで、その時にスーパープレイできるように。うん。頑張ります。ありがとうございます、本当に。忙しい中、ちょっとラストにね、せっかくね、この僕のチャンネルはね、サッカーやってる人が基本的に見てくれてるので、ちょっとこう、サッカーやってる人、ちょっと広いけど、何かこう、ケイスケから一言もらって、締めたいなと思います。いいですか？はい、ちょっとこれ、かっこいいこと言った方がいいですよね。かっこいいことでも言ってください。今、サッカーをしている皆さん。サッカーっていうのは、人生の縮図やと僕は思ってます。人生の縮図。はい、人生で必要なことは大抵サッカーから学べると僕は思ってます。うん、これは僕の小学校6年生の時の卒団の時に、高畑コーチという方がいまして、その方からもらった場なんですけど、それが今考えるとすごいその通りやなと思って、うん、サッカーっていうスポーツ、感情的にもなりますし、一つのプレーで勝敗を分けることもありますし、そういった一つ一つの部分から、人生に必要なことっていうのが学べると思います。なんで、皆さん今サッカーしてると思うんですけど、サッカーやめたくなる時とか、いろんなことがあると思うんですけど、サッカーっていうところから、一つ一つのプレーだったり、チームメイトとの会話だったり、そういったところから、いろんなものを汲み取って、人生に生かしてほしいなと思います。うん、サッカーの可能性は無限大なんで、これからも、サッカーを楽しみましょう。おぉ、いいっすかね。かっこいい。本当にかっこいい。なんか、かっこいいこと言った方がいいですかって言って、ボケるかと思ったら、本当にかっこよかった。あー、ボケた方がよかったか。いや、いいじゃん、言っちゃう、そういうことじゃなくて。いや、なんか何から何までかっこいいなと。でも本当に、プロになったさ、人がさ、言うっていうことにやっぱり意味があると思ってて、うん、ね、それでエリート街道じゃない中でこうプロになった人が言うから、すごい意味があるなと思って、今日の話はめちゃくちゃ、僕自身も勉強になったし、面白かったです。いやー、本当に伝えていただけて僕は光栄です。ありがとうございます。もう先輩後輩なのにこの最後堅苦しい感じ。いや、なんか面白かったわ。なんかなかなか普段聞けないこととか聞けたし、はい、うん、マジでいい質問 の、 インタビューがいたんで、やっぱりなんか僕もすごい会話しやすくて、やっぱり相葉くんってすごいなーって思いました。いいよ、その取ってつけた最後の。いや、本当にケイスケ、ちょっと今日は忙しい中ありがとうございました。いやいや、全然。ちょっとお互いね、僕はウィナーズで、ケイスケはサガン鳥栖で、ちょっとね、お互いサッカー界に何かこう価値を与えられるように、はい、頑張っていきましょう。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。